はい、どうも皆さん、こんにちは。ゼずこです。それでは今回なんですけども、ローソンのお試し引換券とファミリーマートのお試しクーポンを比較、それぞれの特徴やポイントについて解説ということで、今回はローソンのお試し引換券、そして最近登場したファミリーマートのお試しクーポンについてですね、この動画では似てるようで似ていない、それぞれのサービスについて、僕なりに比較をしてみました。もしですね、今後利用される方は参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回比較するサービスっていうのが、こちらのローソンのお試し機会券、そして、つい最近始まったファミリーマートのお試しクーポンについてですね。いや、結構ね、ほんと結論から言うと、めちゃくちゃね、このサービスっていうのはほぼ似てるんですけども、意外と似てない、それぞれの特徴っていうのがあるので、そちらをね、比較しながらお伝えします。 で、お試し引換券についてはかなりご存知の方多いと思うんですけども、お試しクーポンについては先日ちょっと動画としてアップしてますんで、実際の利用方法とかも含めて解説してますんで、ぜひこちらを見ていただければなと思います。ということで、早速比較していくんですけども、今回はご覧のような比較をしていこうと思います。まずは、配布回数ということなんですけども、カッコ1週間ということで、 ま、一週間にどれぐらいそれぞれのクーポンが配布されるかということなんですけども、ローソンのお試し会見の場合は、大体一週間に2回から3回、そしてファミリーマートのお試しクーポンについては1回ということにしております。まあ、まだね、このお試しクーポンについてはサービスが始まったばっかりなので、とりあえず現時点では1回のような感じはするので、とりあえず1回とさせていただいてます。 で、まあ、その証拠として、まずローソンのお試し会見の場合は、まあ、大体ね、1ヶ月始まる前ぐらい、新しい月が始まる前日ぐらいに、まあ、このようなカタログみたいなものが配布されるんですけども、とりあえず6月の場合は6月の1日の火曜日、そして6月4日の金曜日、そして6月の5日の土曜日みたいな感じで、大体1週間に最低2回ぐらいは出てるイメージではあります。 で、多くて3回かなっていう感じで、ご覧のような流れでクーポンが配布されるっていう感じですね。で、次に、ファミリーマートのお試しクーポンなんですけども、1回ということなんですが、こちらですね、公式ページから引っ張ってきまして、ここにちらっと出てるように、今週の対象商品ということで、一応ですね、今週のという風に出てるので、まあ、1週間に1回出るのかなと僕は予想してます。なので、今動画をアップしてるのは6月7日月曜日なので、まず先週のペースでいくと、明日、 に、また新たなクーポン、火曜日に、まあ新たなクーポンが出るんじゃないかなと予想してます。まあ、間違えたらすいません。 で、続きまして、クーポンの特徴なんですけども。で、続きまして、クーポンの特徴なんですけども、ローソンのお試し控え家の場合は、大体は、まあ、新商品がほとんど、8割、9割を占めてるイメージではあります。ですけども、お試しクーポンの場合、僕が見た感じは、大体、こう、人気商品を集めてるっていう感じでしたね。まあ、どこかにもなんか人気商品でも記載があったような気がします。まあ、その例をですね、一部挙げさせていただくと、まあ、ローソンはね、大体よくわかんない商品、あ、間違えた。まあ、ご覧のような、まあ、よく見ることがないようなね、新商品が置いてある ることととと多いでですすまああリリリプトンののルイボスティーとかかガガ君梅るんですね全然見たことないというか、今月まだお試し会見全然撮ってなかったので、こういった商品があるかっていうのは全然見てなかったですね。他にもお酒の場合ですと、こだわり酒場のレモンサワーの夏の塩レモン。これ結構美味しそうですね。あと、トリスハイボールの弾けるレモンという、これもおそらく新商品になるっぽいような気がしますね。ここら辺が楽しめるっていうのは、やっぱりお試し会見の醍醐味かなと思います。で、続きまして、ファミリーマートの場合なんですけども、これはね、 まだ一週間始まったばっかりなので、まあこれだけのクーポンしか出てなかったんですけども、ご覧のようなファミリーマートのプライベートブランドのお菓子ですね。滑らかチョコを味わうチョコビスケットとか、ポテトチップス濃厚コンソメ味とか、まあこういった感じの、ちょっとね、ここには見えづらいんですけど、ファミリーマートっていう風に出てるので、オリジナルブランドの商品かなと。 で、他にも、まあ、人気商品ということで、お茶の綾鷹とか、カルピスウォーターとか、午後の紅茶とか、タリーズの無糖ラテとか、まあ、こういった商品もゲットすることができるのが、ファミリーマートのお試しクーポンということになっております。まあ、どっちが好きかっていうのはね、個人差あると思うんですけども、まあ、大体特徴とすると、まあ、やっぱり新商品が多いのはお試し機会券、そして人気商品を取り扱っているのが大体お試しクーポンという感じでございました。で、次に配布される種類、カッコということで、 一週間に大体どれぐらい配布されるのかというと、僕が今見た感じだと、一週間にお試し会見の場合は、 一種類からまぁ22種類ぐらいが一週間で配布されると。それに比べてお試しクエアトプフンの場合は、まあ今回はサービスが始まったばっかりっていうのはあるかもしれないんですけども、ざっと見た感じは37種類ぐらい出ておりました。まあどれ、どっちがねいいのかっていうのもね、まあ分かれるとこではあるんですけども、まあお試し会見の場合は一週間にこれぐらいだったんですが、まあカタログを見る限りは、1ヶ月を通してだいたい118種類ぐらいありましたね。まあそれでもね、新商品がこれだけ毎月出てるって考えたら結構すごいですよね、ま。あ 全部が全部新商品ではないんですけども結構ね種類が豊富なのはお試し外見かなと思いますまあ、ぶっちゃけねお試しクーポンも今後どんなものが出てくるのかっていうのはちょっと期待をしたいところでもありますよねで続きまして1ポイントの価値ということなんですけどもいわゆるその商品割るポイントで割ったらどれぐらい1ポイント何円になるのかっていうことなんですけども まあ、ざっと見た感じは、もうほぼほぼ同じぐらいかなと思います。だいたいお試し引き換えの場合は2円から3.5円ぐらいで、まあ、ファミリーマートのお試しクーポンの場合は2.7円から3.02円なんですけども、おそらくね、商品によってこれはね、絶対変わってくると思うんですが、だいたい同じぐらいかなと思います。大きなイベントとかない限りは、1ポイントの価値はだいたい2円から3円ちょっとぐらいかなっていう感じなんで、どちらにしてもぶっちゃけどっちのともお得です。 で次に使えるポイントなんですけども、これはね、結構違いが出てくるんですが、ローソンのお試し機会の場合は D ポイント、そしてポンタポイントが使えます。そしてお試しクーポンの場合、楽天ポイント、そして T ポイント、D ポイント、ファミペイが使うことができます。なので、種類の豊富さで言えば、やっぱりファミリーマートのお試しクーポンがやっぱ強いかなと思いますね。 で、さらにちょっと深掘りすると、ローソンのお試し機会券の場合は、D ポイント期間用途限定が使うことができます。なのでね、D バラのキャンペーンとか D ポイントのキャンペーンで付与されるポイントって大体が D ポイントの期間用途限定が多いので、まあ、それの消化にも本当ね、このお試し機会券はもう本当持ってこいと言わんばかり、かなり最適かなと思います。で続きまして、ファミリーマートの場合に関しても、同じくですね、D ポイント期間用途限定が使えるプラス、さらにですね、 楽天ポイントが使えます。楽天ポイントでも通常の楽天ポイントは使えるんですが、これね、視聴者さんからのコメントでもいただいて分かったんですけども、楽天ポイントの期間限定ポイントも使えたりですとか、あとは楽天キャッシュですね。これ僕自身が試したんですけども、楽天キャッシュ僕持ってたんで、それでポイントとして予約をしようとしたらちゃんと 予約することができましたんで、これの二つが使えるっていうのは結構ね、でかいかなと思います。本当とね、楽天ポイントの期間限定ポイントって使われ、使える場所っていうのがかなり限られてはいるので、逃げ道として、ここのお試しクーポンでこのポイントが使えるっていうのはめちゃめちゃ便利ですよね。そして、ファミペイボーナスですね。 ファインペイの残高もそうなんですけども、ファミペイボーナス。これですね。ファインペイのキャンペーンとかで大体参加するとファミペイボーナスっていうのがもらうことできるんですけども、これもこれでね、なかなか使い道に困るっていうのはあったりするんですよ。っていうのも、これもね、期間がかなり短かったりするので、消化の方法に迷う時があるんですけども、それをね、今回のお試しクーポンで使えるっていうのは、かなり有力なのかなと思います。もちろんね、普段どご自身がどのポイントを貯めてるかによって変わってくるかなと思うんですけども、そう考えたらね、 D ポイントの消化がどちらでもできるって考えたら D ポイントはそれはそれで結構強いですよね。 で、次、こちら、アルコールのジャンルなんですけども、お試し機会券の場合はあり、そしてお試しクーポンの場合はなしということで、こちらもですね、視聴さんからのコメントで、アルコールがないからお試しクーポンは見送ります、みたいなコメントいただいたので、ああまあ確かに僕そんなにお酒飲むタイプではないんですけども、アルコールを普段から飲まれる方からすれば、お試し機会券はね、本当にすごい、消化方法としたら便利なキャンペーンかなと思ってたんですけども、お試しクーポンはね、基本的に、まあドリンク、そしてお菓子とかそういったものばかり、 だったのでもしねここにアルコールが加わればまたそれはそれでさらに強いのかなと思いますまぁ、あ、ちょっとねサービス始まったばっかりなのでわかんないんですけども現時点ではとりあえずなしとさせていただきますそして最後こちら 大型イベントということなんですけども、こちらお試し引き換え券の場合は、まあ大体2、3ヶ月に1回ぐらいにお,お試し引き換え券祭りっていうのがですね、開催されることがあったりします。その時は大体こちらの1ポイントの価値っていうのが、これもまたグッと上がって、4円、4円ぐらい、4円から5円まではいって、 た気がするようなしないような感じはするんですけども、1ポイントの価値がかなり上がるので、本当にお得さは増します。まあ、これまでに比べてね、ボリュームはダウンしたイベントになりつつはあるんですけども、お試し機会券祭りがあるのはまあ一つのね楽しみではありますね。でそれに比べてお試しクーポンに関しては、大型イベントというよりかは。 まだこのサービスが始まったばっかりなので、今後もね、またちょっと、どんな風になるのかっていうのは、個人的にちょっと期待したいところではあります。ってことで、ざっくりとした比較はこんな感じでございます。で、もう一つですね、それぞれの画面からクーポンの取得まで、どんな手順、そしてどっちが早くクーポンの獲得ができるのかっていうところですね、見ていただきたいと思うんですけども、左がローソン、そして右がファミリーマートのファンペイですね。それぞれね、クーポンの取得まで見ていただきたいんですが、まず左上見ていただいたらわかるように、これ一番目ということで、 ままずローソンのののアププリの場合はここちらのお試しし引き換え券とというところをタップしますそして、ファミリーマートのファンペイの場合は、こちらのクーポン、回数券を使うというところをタップします。そしたら画面が切り替わりまして、お試し引き換え券の場合は、こちらからですね、直接クーポンをタップして取得してもいいんですけども、とりあえず一覧を全部出したいので、ここのもっと見るというところをタップします。 ファミペイの場合は、一番上のポイントお得なクーポンゲットというところをタップすると、それぞれ一覧がずらーっと出てきます。ここからね、好きな商品をタップしていただくんですけども、まあ、試しにね、ローソンのお試し機換機の場合は、ここの梅のジュースですかね。これをタップして、お試しクーポンの場合は、こちらのカルピスウォーターをタップします。 そしたら、それぞれね、商品の予約ページに切り替わりまして、この商品で間違いないですかっていうことで、間違いなければ、お試し控え券の場合は、控え券を予約するをタップします。そして、ファインペイの場合は、D ポイントで予約する場合は、D ポイントで予約するっていうところをタップします。そしたら、最後、5番目に、この商品予約しますかで、お試し控え券の場合は、OK をタップして、そして、お試しクーポンの場合は、これで予約するで、これで予約完了と。 いうことになります。まあ、なので手順としたら、まあ基本的にだいたい5回のタップで、それぞれクーポンの取得ができるので、まあ混み具合にはよるんですけども、手順として回数としたら、まあとりあえず一緒かなっていう風になっております。で、今回の内容を踏まえて僕なりの簡単なまとめなんですけども、まあ、とりあえずね、新商品とかアルコールをお得に楽しみたいという方がいらっしゃったら、その場合は、まあローソンのお試し控え券がおすすめかなと思います。で、それと比べて、 まあ楽天経済圏の方、普段からね、楽天経済圏ガンガン使ってて、期間限定ポイントが入ったりとか、楽天キャッシュが入ったりする方など、まあいらっしゃればですね、その場合はファミリーマートのお試しクーポン使ってみるっていう感じでいいかなと思います。まあもちろんね <laughs>、いろんなまとめ方はあるんですけども、僕が見た率直なまとめはこんな感じですかね。いやほんとね、楽天のこの期間限定ポイントが使えるのがやっぱめちゃくちゃでかいんですよね、このお試しクーポンというのは。ですけども、やっぱりアルコールがないっていうのがね、お酒好きの方からするとちょっと物足りなさを感じるかもしれないです。 ですけども、それに比べてローソンの試し会見はね、まあ、新商品アルコールもありますし、D ポイントであれば期間用途限定も消化することができますんで、まあ、そこら辺がね、かなり強みかなというふうに思っております。で、これ前回の動画の時に、一部だけ紹介させていただいたんですけども、ファミリーマートのアプリにポイント連携して、ファミリーマートの、ファミリーマートでお買い物すると、100万ポイント山脇キャンペーンっていうのが、 前回の動画確か楽天ポイントだけ紹介した気がするんですけども、D ポイントとか T ポイントとか、まあそういったところでもこのキャンペーンが開催されておりますので、キャンペーン期間は今月いっぱい、6月いっぱいとなっておりますんで、このタイミングでね、山脇キャンペーン参加される方はですね、キャンペーンのエントリー忘れず参加してみてもいいかなと思っております。まあ、そんなこんなで今回は、ローソンのお試し機会券と、そしてファミリーマートのお試しクーポンの比較について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあね、ローソンのお試し機会券については、 まあかなりね、ずっと長く続いてるサービスではあるので、今後もまああるであろうと思うんですけども、ファミリーマートのこのお試しクーポンは一時的なものになるのか、今後も長く続くのか、正直ね、僕も全然わかんないんですよね。ですけども、まあとりあえずね、まあ今後もこのサービスは本当長く続いてほしいなっていうふうに個人的にまだ思っております。あとはね、あの朝のアプリの込み具合とか、 アルコールのサービスが始まったりとか。ま、そこら辺がね、今後の進化について楽しみになっているところではありますね。で、一応今回お伝えさせていただいたローソンのお試し機会券、そしてファミリーマートのお試しクーポン、で、あとはキャンペーンについてのリンク概要欄に貼っておきますんで、こちらも詳細気になる方、概要欄チェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。